それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、めぐみ支持者さんが山本太郎代表の国会質疑を切り取りで X に投稿。環境に無関心の環境大臣がコミュノ&ハフポスがファクチェワラが話題に、永住許可取り消し規定で警告人や C 国人団体が見直し要望、ツッコミ殺到わらをお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、めぐみ支持者さんが山本太郎代表の国会質疑を切り取りで X に投稿するもコミュノ&ハフポスがファクチェなのであります。以下引用。福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、西村明宏前環境省が国会で安全性について答弁しなかったかのように編集された動画が X で出回っています。しかし意図的に編集されたものでした。ファクトチェック。中略。発信元が投稿した動画の始まりはこの次のやり取りからだ。山本議員は、これ大臣、アルプス処理水の海洋放出が水産物の汚染に影響を与えることはないとお考えになられていますか、いかがでしょうと質問。これに対し西村前環境省は、ご質問の通告がなかったので詳細については把握しておりませんと答えている。しかし議事録を確認すると、この答弁には以下のような続きがあった。ご質問の通告がなかったので詳細については把握しておりませんけれども、基本的にアルプス処理水の海洋放出にあたりましては、トリチウム以外の放射性物質につきましては規制基準を満たすまで浄化した上で、そしてまたトリチウムの濃度を国の規制基準の1/40、WHO が定める飲料水基準の約7分の1である1500bq/l未満になるように希釈して海洋放出しているということで、さまざまな影響のないように対応してやる方向で検討しているというふうに承知しております。つまり西村前環境省は処理水の安全性に対する政府の見解を示しているが、発信元が投稿した動画ではけれどもから承知しておりますの答弁までの全てがカットされていた。なお2人のやり取りが全て記録された動画は参議院のクレジットのもと、インターネット審議中継のウェブサイトにもアップされている。同ウェブサイトにアップされた動画を確認しても、西村前環境省は前述のように安全性に対する政府の見解を示していた。以下略。引用終了。全文はソースへ。コミュニティノートの内容がこちら。以下引用。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。これは悪質な切り取り編集した動画です。掲示されている動画は2023年6月15日環境委員会のものです。参議院インターネット審議中継サイトに動画があります。問題の会議の動画はこれです。ポストの動画はこの動画の1、46、52以降のものですが、環境大臣の回答は1、47、05からで把握してませんけれどもと続いてます。明らかに恣意的に環境大臣の発言を切り取ってます。役に立ちましたか。引用終了。この投稿への X 民の反応がこちら。以下引用。大丈夫。理論上62種類を見ていれば他170種はそれ以下だと分かっている。そもそもなんで切り取りしたのか説明していただいてもよろしいですか。自分にとって都合のいい結論を作り出した後、それに合った内容をポストするから理論が破綻することを早く学んだ方がよろしいかと存じます。ハフポストにまで検証されてますが、だからといって自分の主張に都合がいいように切り取りをしていいということにはならんぞ。開き直ってんじゃねえよ、わらわらわら。なんで切り取りしたの。切り取りを指摘されれば今度はすり替えですか。すり替え先の出張もアルプス処理水に関する誤解の典型例です。理論上優位に存在しないことが明らかな各種まで測定する必要がないのですよ。本当は分かっていてやってますよね。質問通告もなく突然聞いて、明らかに失言や誤解を招く表現引き出す気満々よな。そして失言しないように防衛線引いたらその養殖についてるのに考えがないのかと叩く。社長が末端社員一人一人の日々の業務内容から昼飯のメニューまで把握しておけくらいの暴論。引用終了。
なんですぐバレるような、以下略。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。最低じゃん、有権者兵器で騙す連中だ。ノートつけられるのは、つける側の都合が悪いから。定期。ネットの声だけはでかい。さよさん、ハフポストは寝とうよ。朝日と TBS も寝とうよ。ひどい話しだ。ハフポストにまで突っ込まれるとか、マジモンの左は一味違うな。なんですぐバレるようなことをやるんだろうか。その場で聞いてた太郎が聞きましたよってフォローとかしないんだな。国会みたいな発言に責任を問われる場で事前に質問しないのはしんどいな。私だったら知ってても 1% でも不安があったら回答できんなあわら。編集してるなら一層悪質。いきなり聞かれてここまで答えられるんなら満点だわな。通告とか関係ないわ、暴論すぎるわら。コミュのをついてるしわら。こんな切り取りしてるからいつまで経ってもダメなんですよ。はじめに自身にとって都合のいい結論を作り出し、その後にそれに合った内容をポストするから理論破綻するんだよな。また切り取りか。なんだまた切り取りか。後でバレて恥かいテレ組の株をまた下げるだけなのだから、こういうこすいこと止めたらいいのに。こういうフェイクに近い切り取りはやればやりほど自陣営に不利に働きますよ。この次に正当な主張を投稿してもどうせまた切り取り編集だろと思われてしまうので、まずルール守ろうか。何のための事前通知かご存知でない太郎。まさに悪意ありきの切り抜き。ノートにバラされてますよ。ルール無視に対してここまで回答する大臣、立派ですね。対して山本のあれが際立ったシーンです。やってる感出すために通告なしの質問したりするから支持率上がらんのだよ。質問通告にないことをなぜ質問するの。こんなルールすら守れないから勝てないんだよ。引用終了。こういうことを自らするなんて、自ら信用をあれするスタイルで草ですな。こういうのは支持している政党の足を引っ張ることになりかねないので、やめた方がええのではなかろうか。そしてカットしている部分を見ると、質問通告がない中でもまあまあ普通に答えてますよね。わいはいつも思うんやけど、知りたいことなのになんで質問通告せんのかな。他のアレな議員もよくやるけど、通告せず答えられない質問をしてやったアピールですかね。ルールくらい守っていただきますようお願い申し上げます。ところで永住許可取り消し規定で警告人や C 国人団体が見直し要望、ツッコミ殺到わらという話題を紹介します。以下引用。通常国会で成立した改正入管難民法に盛り込まれた外国人の永住資格の取り消し要件を拡大する措置について、当事者の外国人団体などは22日東京永田町の衆院第2議員会館で記者会見し、政府に関連条項の廃止や見直しを求めた。中略。改正入管難民法は、永住者が税金を滞納するなど様々な場合、永住資格を取り消すことができるとしている。国連の人種差別撤廃委員会は6月、政府への書簡で外国籍の人に対する差別につながる懸念を表明し、見直す予定があるかなどを報告するよう求めた。在日本外韓民国民団、民団中央本部副議長のゴンチョンジさんは、 K-POP が日本で人気で日韓の政府が協調姿勢を示しても永住資格取り消し措置で、やはり日本人は我々外国籍の人にはいてほしくないのかと思うと懸念を強調。人間としてリスペクトされているか。在日 C 国人の団体である横浜華僑総会の総督新顧問も、外国人が日本で働き暮らしたいと思うかは給料の肯定もあるが、一番は人間としてリスペクト尊重されているかどうか。永住資格取り消し措置は全く逆のことをしており、選ばれない国になれば日本にとっても不利益になると批判した。引用終了。全文はソースへ。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。社会保障費と税金を払えばいいだけですよ。今の国連は形骸化して設立当時の影響力等はない、画像団体が利用するだけの組織。特別永住者も対象にしようずわら。つまり正しい規定ということが証明されたな。どう考えても税金払えばいいだけの話。納税は義務、日本に在住なら必要な税を払いなさいというだけの話。そもそもきちんとしている人は
全く問題のない話。なぜ義務を怠る人をかばう記事を書くの？東京新聞。永住許可の要件。1、素行が善良であること。税や社会保険料支払い。2、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。3、そのものの永住が日本国の利益に合いすると認められること。永住許可を得るときだけ頑張って、その後にめちゃくちゃ犯罪等やってる人が対象。許可後に要件を喪失すれば剥奪でよい。納税すれば取り消されませんよ。引用終了。選ばれない国になれば日本にとっても不利益になるとかなんかいろいろ言うてますけど、言うてることが荒れてて草も生えないよな。永住について、外国人が許可申請を出して、それを日本政府が許可するものですよね。その外国人が永住許可の要件を守らず不適切だと日本政府が判断した場合は、許可を取り消すのは当たり前です。法を守らない者に選ばれる国になる必要はないと考えます。本間ルール、法律を守ればええだけやで。日本人が作った法律に黙って従えば暮らしていけるのに何を言うてるんですかね。国連の人種差別撤廃委員会がうんぬんとのことですが、もうそういうのは通用しないんですよ。 K-POP が日本で人気でとか、一番は人間としてリスペクト尊重されているかどうかとか、意味わからんわ。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。